いたしました。はい、スペシャルゲスト、まさにスペシャルですよ。どうも超スペシャルです。チャゲアンドアスカのお二人です。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。変わってないですよ。すいません、本当に変わってなくて、すいません。いやじゃあもうこうなったらずっとこのままでいましょう。もうその方が価値が出ますよね。うんうん、だって他いろんな全国回ってますけど、はい、うん、なんかタイムスリップしたみたいな感じですよ。昭和の香り漂う。いや一応スタジオのこのテーブルの上のこのなんかマットだけは変えたんですよ。いやいや変わってないです。79年デビューなんです僕たち。はいはい。で一人咲きで当然このデビュー前に、あのプロモーションで来てますから僕、はい、覚えてます。それからしばらくバリの川でも来てますし、そうなんですか。うん、あのこの山陽放送のすぐ隣には岡山市民会館、はい、そうですホールがありますけども、ね、隣ね、隣、うん、そこでもコンサートやってます。それとツアーの最終日はそうでした。デビュー当時の。デビュー当時の最初のツアーが、はい、ツアーのラストがそこでした。へえ。変わってますね、あそこもね。そうですね。この辺りそう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 。もうね、昭和の雰囲気とずっとこのまましましょう。こうなったら嬉しい。なんか最近でも言われるんですよ、よく若い人たちがここに来て、なんか逆にレトロでいいですねとか。ああ、なるほどね。それもどうなんでしょうね、放送局としてレトロでいい。思い出した。はい、思い出した。はい、思い出した。はい、行きます。何でしょう、飛鳥さん。ですね、はい、その時ラジオ出していただき、初めて出していただきました時に、はい、僕らこちらに座りました。あ、今私と米沢が座っている方に、逆ですね。こちらでした。思い出しました。なんか嬉しいですね。ここの席に座っていただいてたと思うと、まあ、椅子はさすがにちょっと変わってると思うんですけど。あれね、夜の番組でしたよ。深夜帯でしたね。ああ、うん、覚えてんな。じゃあサンデーベストとかですかね。あの番組が30年続いてましたからね。でしたね。覚えてます。って言っても当時5歳ぐらいなんで、さすがにその時のことね。その時すっかり僕らもう大人だったしね。ですけど、いや僕はもう本当にお二人の曲はすっごい聴かせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ね、大ファンです。ねえ、カラオケでも恐れ多くもね。恐れ多くも。だからもう今日はなんか神様が降りてきてくださったみたいな。横浜アリーナ、東京の方でもよく見られたみたいな。はい、ね、横浜アリーナの時は3階席で、あのもう2人がもう親指の爪ぐらいの大きさでしか見えなかったんですよね。で、片や広島の、あれは広島サンプラザだったんですけど、はい、その時は前から10列目だったんですよ。へえ、うわ、めちゃめちゃ近いと思って、うん、でも今どうします、30センチぐらいですよ、米沢さん。ねえ、ちょっと握手もしていただいたりなんかして。こんな米ちゃん初めて見た。ちょっと舞い上がってますけど。でも岡山っていうのはツアーの度に必ず倉敷市民会館ですとか来てくださってますので、うんうんうん、もう何回も何回も足を運んで、あの当然の地という感じしますよね。ライブやるときはデビュー当時の時あのこそは満杯にならなかったですけど、はい、あとは本当に、うん、たくさんお客さん入ってくれたところって印象ありますよね。1979年ですよね、うん、79年ですね。8月25日デビューで25年ですもんね。はい、25年、長いですよね。長いですね、本当。でもデビュー当時はでもそんなこと考えませんでしたよ。25年こうやるってのは、まあせいぜい3年ぐらいと思ってましたから、ね、短っ。うん、いや本当3年ぐらいって、まあ結果でなかったらまた博多帰ろうかなみたいな。当時なんてミュージシャンとか僕らもデビューしてばかったけど、それ常識だったです。もう3年でも長く感じましたから、そういう当時。まあその時にあの一人だけでデビューして、はい、その3年間にその何力がヒットしたんでしょう、これであれひょっとしたらとは思いましたけどね。もうちょっと博多からの伸びたなみたいな。一度博多から東京に出ていくとなると、もうなんか故郷に意識を重ねるじゃないですけども、超大ヒットを生み出すまでは帰らないとか。いやいや、大ヒットでなくても、ヒットでない方が帰る確率は高いですけどね。でもね、ほんと3年間っていうタームでしかなかったかな、最初は。それのみだったですよね。だから実家もね、3年間はそのまましてくれましたもん、部屋を。僕あ、いつ帰ってきてもいい。そうそうそう、暖かいな。でもあの4年目だったらもうなかったですけどね、もう仏間になってました。戦国さーいみたいな。それはでももうじゃあこれからはやっていけるっていうふうに、そうでしょうね、実家の方たちもね、判断したんじゃないですかね。万里の川の時に、夜のヒットスタジオとか、出演なさった時の映像っていうのを、僕はリアルタイムではもちろんないんですけれども、なんかいろんなところでね、はいはい、再放送されるのを見たりしましたけれども、はい、それから音楽番組っていうのも結構ね、モーニングムーン以降ですかね、バンバン出られるようになったのって、もうその通りなんです。ランキング番組とかね、はい、僕らデビュー当時の方向性として、なるべくテレビには出ない、
まあ、出ちゃいたんですけど、でももうそれでも自分たちの中でも義務、とにかく出ないっていうのでやったですよね。でそれで、レコード会社を移籍して、でまあ移籍を機に腹くくるかと、テレビに出るって決めたらもうずっと出続けなきゃいけないぞというね、とこがあって、でそれで結局モーニングーン出した時って、じゃあ分かった、今回テレビ出ようと、はい、今回はテレビ出ていこうっていうので、まあそう言いながらもね、まだある時期からやっぱりあの歌番組の香りがするものでやっぱ出れないみたいなね、そうじゃないとみたいな、まあいろんな考え方、時代とともにね、はい、僕らの考え方が変わってきてるし、うん、確かそれまではテレビ出なかったですね、ほとんど。それはどうしてですか。出れなかったんで出していただけなかったです。出していただけなかったです。勢いだったですね。まあでも、うん、あのランキング番組がやっぱりあったでしょ、はい、すごい時の1週間で3本っていう時期があったじゃないですか。ああ、ありましたよね、多分月曜日と木曜日と、あとなんか土曜日か日曜日ぐらいにあったんですよ。あったんでしょう。ビッグベスト10なんてなったよ、ね、とにかくそのね、あのやっぱりあの頃歌番組だらけでしたから、はい、なんかそこでなんかこう出てくし、自分たち消耗していくような感じがすごく、実は今だから言いますけどね、うん、やっぱ全然違うんですよ、ライブと、そのライブでやる俺たちと、うん、そのテレビで演奏する俺たちってやっぱなんか違うんですよね。でそのテレビでやってる姿たちを、なんか姿をなんか 100% 信じてもらえるのもなんか嫌だしっていう感じがすごくしてたから、はい、あ、かけられた時間じゃないですか、テレビで、なんか その恐怖感っていうのはありましたけどね。まあ今はね、ここまでだったらまた復活してもいいじゃないと思ってますけどね。音楽に順位つけてもいいじゃんみたいなね。そうですよね、最近そういう番組自体がなくなっちゃいましたからね。その頃っていうのはまだまだ我々は家でテレビでザ・ベスト10を見てた、そうですね、ところでね。だってあれって次の日の話題だったでしょ。そうですよ、うん、ねえ、うん、これは社会現象でしたもんね。あの人の曲が何位だったよねみたいなね、そういう話ってありましたから。で当時、うん、そう、当時を知って、はいはい、いや今も現役だって。当時から当時も今も変わらぬ。どうもどうも、現役アナウンサーです。僕思い出しました。こんにちは、はい、こんにちは、中尾と言います、はい、お久しぶりでございます。久しぶりです。久しぶりです。本当に覚えてらっしゃいますか。本当に覚えてます。僕はもうその時その場限りだったんで、まあ覚えてらっしゃらないかなというのもあったんですけど、覚えていただいて、はい、まあなんとなく片隅にね、あのコンサートのたんび岡山にツアーで来ると、伝助担いだお兄ちゃんがおいでになればどこまでも追いかけてどこまでもとかって言いながら、3ヶ月報告ですとかって話をね聞いてましたよね。そうでチャゲさん、僕はあの話をもうぶち壊しますが太りましたね。僕はあの頃から太りましたよ、ね、全然あのデビューしてぐらいの時はね、体重が55ぐらいですか、かなりですね。僕が一番覚えてるのはね、27のサスン入ってます。26、26、26インチのサスンっていう、サスインっていうのが、サスンっていうのがメーカーがあったんです、それ履いてましたもん。もうとにかく細かったんですもん。そうですよね。それがね、25過ぎてからガンと思ったら普通のなんかもう、僕もガリガリでしたからね当時ね、はいはい、今ちょっと中年太りなんですけど、おかげでないですよ。でも変わってます。顔がちょっとふっくらしただけで、あとは、うん、中年太りしてますが、飛鳥さんでも当時すごいこういい男っていうか渋い感じだったの、いやあのスッとした男だったのが、今随分渋くなってますよね。あ、そうですか、うん、まあとりあえずあの時代メンズが立ったということで、それでさっきの話で、その3年ぐらいでね、うん、もう帰っちゃうんじゃないかっていうような話が言ってましたけども、うん、言ってましたもん。そうそれで僕も当時そういうふうに追いかけてどこまでもって言いながら皆さん追いかけてて、はいはいはい、でずーっとやっぱり続けてこの世界で一線で頑張ってる、やっぱすごいなと思いますよね。いろんな人騙してきましたからね。魔法にかけましたからね。そうですね、でも魔法のように次々それこそね、いい歌が出てくるっていう部分っていうのは、やっぱり無尽蔵にその頭の中にこう巡らしてるものがあるんでしょうね。どうなんでしょうね。でもあのとにかく音楽の流れがそうだったので、毎年シングルは例えば3枚から4枚で、アルバムは必ず1枚っていうようなペースっていうのが義務付けられるようにして入ってたので、うん、でもそれをやることが当然だって思ってたんですけど、やっぱりまあ松竹梅ってありますよね。今から考えるとあの頃はやっぱり最高のものを作ってたって時期ありますね、その当時の。だけど今から考えるとやっぱすごい無理なことやってたなと思いますね。でもあの追っかけマンって、はい、あれ大変だったでしょ。もうその生放送でしょ。そう、ね、ザ・ベスト10のね、うん、おかげマンね、はい、それで生でしょって、また、アーティストがもうね、いい子ちゃんばっかりじゃないでしょ。そうそう
ね、誰ちゃん言わないでしょ、言えないでしょうけど、大変だったでしょ、でも本当に。そうですよね。胃がキリキリしちゃうんじゃないですか。いや、まあそれは決められた分でも絶対出てくださるって、まあ、TBS がちゃんと話をした上で僕ら行きますんで、だからそういう心配というのは割と少なかったと思います。でも現場でなかったですか、問題。お前、街のゲストだろ。ものすごい興味ない。いや、本当に。うん、僕らだってライブ終わってからまただか、あ、9時じゃないですか。そう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 。ライブだからそのためにベスト10があるから早めに終わんなきゃいけないとかいうのがあったんです。うん。だからベスト10がいくつだったんですか。いや、小学校とかぐらいですね。小学校高学年とか中学校とか。あ、だからライブが終わった、コンサートが終わってまだこちらになんかいなくなってます。そう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 なんでしたよね。あとベスト10でバニーの川で、はい、あの時はどこ、小山かな、栃木県の小山、はい、で中継、うん、それで東北新幹線、ね、東北新幹線開通する前だったんですよ、うんうんうん、で東北新幹線開通する前に線路の上でバニーの川をこう線路でかっこいい、すごいでしょ。それで記念にまだ開通してませんか、記念にレールにサインしてくださいって言われて、黒柳徹子さんから、で、おーって渡されたのがチョークですもん。消えるやんみたいな、記念にならんみたいな。ベスト10のディレクターってむちゃくちゃ言ってましたよね。新幹線を止めてみたりとかね、新幹線走らせたジュリーなんかありましたよね、澤田さんとかね。国民的な番組だったので、何でもやってましたね。だからコンサート終わって、そのベスト10の中継があるまで、そのお客さんとこうつないだりとか、ね、そうそう、やってましたよね。そういう思い出もありますけども、今考えられないですよね。やっぱそういう世の中だ、まあできた許される時代だったのかもしれませんよね。意識はみんなそうでしたから ね。音楽業界でも途中からそのデジタルっていうのがなってきたやつみたいなんですけど、はい、アナログ版から CD になって、CD とめる、これはやっぱり僕らびっくりしましたね、やっぱりね。うん、だってアルバム裏返さなくていいんですからね。あ、そうですか。そうですよね。はい、そうだから曲順も変わらないですよ。そういう意味では。ああ、そうなんですか。うん、あ、それまでっていうのはやっぱり A 面と B 面と、そう、裏返す時間も考えて、裏返す時間とか考えて、曲順を考えてたんですよ。裏返した時の1曲目はやっぱこんな感じで始まりたいなと、ね、B 面の1曲目とか、裏返してましたね。そうでしょ、中学生ぐらいまで。でも私たちより下に入ってきたアナウンサーとかは、うん、なんとレコードのかけ方を知らなかった。ああ、そうショックです。そうなのかな、針置いてよって言ったら置けばいいんですか、ボン、うわねえ、そういう時代。あ、だからアルバムの作り方のこう構成まで変わってくるんですね。ジャケットも変わりましたもんね、大きさが変わりました。ちっちゃくなっちゃいましたよね、あれは。ファンにとってはかっこいい。あれはね、僕らとってもそうでしたね。なんかせっかくなんか読んでもらいたいものが、これじゃ見えないだろうみたいなね、あとそれからまたコンピューターがはい、入ってきたでしょ。これも革命でしたね、音楽においてもね。だって一家に一台ですよ、子供の頃。いつかそんなこと言ってたらなんか当然のようになってますからね。うん、だって僕らデビューして、だってこの40過ぎてシンガーで いられるなんてことは考えたことない。例えば矢田さんなんかも40過ぎても僕らができねえよみたいなね、そういうことをもう公言してたぐらいだったから、でも平気でやってるでしょ、みんな。だから世の中の、流れが、音楽っていうのが、例えば若い者 のために、若い者が音楽なの。だけどそれがもう今も全然こう違ってきてるっていうね、まあ、僕らとってありがたい時代ですけどね。今って年齢伺ってもいいですか。46です。6です、はい。お二人とも46。そのライブでのパワーっていうのはすっごいですよね。お客さんが見てくれてるからですよ。それもお客さんのね、多いとか少ない、その問題じゃなくて、人に見られてるっていう時の瞬間瞬間の馬力とか、いい格好しいのをこうね、俺持ってる、なんかそれもかなり駆り立てられますよね。じゃあもう終わっで、お客さんいなくなったらプッシューってなるんです。プッシューガスが抜けちゃうみたいな。確かそうかもしれないですね。いや、あ、でも昔とじゃあ今と年齢的な違いっていうのも正直あったりはします。だからね、今の方がすごく体に気を使ってます。昔はやっぱ若かったですからね、それこそ無茶してましたもん。それこそそのライブ跳ねて、はい、朝5時ぐらいまで飲んでたりしてましたからね、若い時は。で次の日リハーサルで一生懸命汗動いて、汗出して酒抜いて今じゃ考えられないですね。だから今の方がものすごく健康管理です。お前そうだよな、うん、俺は若い時なんです、うん、若い時はもう本当に健康管理気をつけてて、今はもう朝方寝るような感じだね。逆になってるの二人、うん、面白いですね。
やっぱり今最近思うんですけど、ライブ3時間や近くやってるんですけど、はい、これって究極の有酸素運動なんですね。あステージやっぱり、うんうん、だからあの最近それを意識しだして有酸素運動俺はしてるんだというのを意識しながら歌うとね、さらにいいんですよ、はい、エクササイズなんですよ。いや本当に、あなんでこれ早く気づかなかったんだろうと思ってね。ライブ1本やったら体重も減っちゃうんですか？全然あります。うん、でもその後またほら食事が遅いんじゃないですか。あでまた飲んじゃったりするからあれなんですけど、うん、でも最近は早く切り上げるしてますけどね。へでも2曲目か3曲目ぐらいで2人とも汗だくですもんね、うん、あもうスーツ着て歌ってる時のツアーなんつうのは、うん、もう 2キロ半キロ平気で落ちてるぐらいだから、ね、結構お二人ともライブの時の衣装もかっちりしてらっしゃるから、うん、そういうところですね。今ももう楽にやってますけどね、うん、暑くないかなとかね、いろいろ思いながらもう暑いっすよ本当に。ファンとしては心配になりながら、うん見てたりしましたけれども、そのライブはやっぱりいいのよ。良さそうね、ヨネちゃん最高にいいから、うん、唾飛んだでも変な話、ライブってこう、あのアーティストの唾とか汗が飛んできそうな感じがいいね。あもう前から10列目同じ空気を吸ってるっていうのがすごく嬉しかった。やっぱりライブっていうのは究極のアナログですから ねこればっかりは変わんないですから、あの79年からとやってることは基本的には、はいうんだからやっぱりこれだけで世の中がデジタルというものになって信号で全部片付け処理されている中で、やっぱりライブって何が起きるか分かんない、トラブってもやんなきゃやり届けなきゃいけないっていうね、この面白さが残ってますよね。ありました。ありますありますね。この前もありましたよ、 NHK で歌完璧に間違えましてで歌い直ししたんだけどもおかしくてできなくてそれをまたもうお客さん喜んでいいか、僕としては恥ずかしいんですけどね。いやでもちょっと得した気分になりますよ ねやっぱやっちゃいけないことやっちゃったんですよね。一時期すごいライブ自体がものすごいショーみたいなことってあったじゃないですか、うん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 、例えばちょっとしたイリュージョンみたいな感じで、バブリーな時ですね、ファンが目の前に釘付けになってるんだけど、チャゲさん、アスカさんお二人とも後ろからいきなりバンと登場してみたりとかなるほど、それ見られましたかそうか、あれはね、あのバグジーで思いついたんですよね。あれはバグジーって映画あったでしょ、はい、ハリウッドにこう、うん、ハリウッド作る誰がね、あのなんかなんだろうな、スクリーンの向こうにふっと入ってたの、スクリーンの向こうでかけて踊るシーンがあったんです。そう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 、ね、あのシーンの時にこれだと思って、そのスクリーンそれあらかじめ撮ってって、僕ら実は横にも行ってるって、はい、お客さんスクリーンに回った途端、うん、あの僕ら後ろにいると思ってるので、その間僕ら横に開けるっていうね。そう、うん、大変でしたけどね、移動するのはああいう仕掛けっていうのも一時期はものすごい、まあ、毎回毎回そんな風に仕込んで、僕ら大好きでしたっけ、あのその演出的な考えるのも、うんうん、であとは映画のようにオープニングムービーがそうですね、オープニングムービーだって長いからね、20分ぐらいですよね、最近ね。20分あったのありますね。この前びっくりした。申し訳なかったです、本当に。え何が今でこそね、やっぱ全力ね、削ぎ落とそうと思って、なんか、もう必要な部分でもうしっかり伝えていこうってなるでしょう。あの頃ね、何もかも必要な気がして、うん、だからね、最初のオープニングフィルムで僕らが登場するまでに、本当に20分あった。あった。びっくりした、本当に。そうね、よくないですね。なんでですか。いや長すぎ、楽しみでしたよ。いやでもまあなんか全部やとりあえずやってみて、うん、なんかそれから結論出そうっていうことをやってましたからね、あのやる前にノーっていうのはやめようっていうことを、とりあえずやってみようっていうのは僕たちありましたけどね。何かじゃあ他の人とは違うことをやりたいっていう思いが強かったんですかね。みんなそうじゃないかな。きっとどの医者も同じこと言うと思うんだけど、新しいこと新しいことっていうながら、でもその新しいことって結局命取りになりかねないことだったりするのもあるわけで、だ結局今思うのは、新しいことってなんで新しいんだろうと思ったら、気がつかなかったんじゃなくて、ただやんなかっただけなんだっていうとこじゃないかなと。でそれが なんで ここに来てやるようになったかっていうと、今はやれるんだもん、そこがっていうね、だなんかそれのような気がするんですね。だからもうそんなにそう新しいものが残ってるとは思えないですね。今はかえって曲をも前面に押し出すような感じに、歌い倒すっていう感じですよね。ほんと最初から最後まで、うん、だからあの基本的に25年前の最初のライブの時と、まあ一番思い出が、まあ、2回目の熱風ツアーっていうのがあるんですけど、はい、まあ、あれが大体、まあ、あの一番思い出に残ってるんですけど、それから今まで今の25のツアーまで 僕はね同じなんです。気持ちいいっていう気持ちがね変わってないんですよこれライブ
楽しいっていうのがね、またやっていけるんでしょうね。本当楽しそうですもんね。楽しいっす、楽しい。でも今はツアー中ですけども、12月までずっと続いていくんですよね。めちゃめちゃ多いでしょ、本数。多いですね。今後3ツアー多いですね。まあホールツアーってこともあるんですけども、でもまあ移動とかも大変な、アスカは非常に移動は苦手なんですけどね、もし早く瞬間移動を発明してほしい。どこでもドアも、そうそう、どこでもドアが欲しいらしいんですけどね。まあとにかくじっとしてるのが嫌いなんだね。国内の移動飛行機とかも耐えられないですか？1時間ちょっと。自分が必要ですだったらと思うもんね。動いてたいですね。運んでたい。お茶出したいみたいな。お茶出したい。おしぼり出したい。びっくりしますよ、アスカさんが運んできたら。スカート入ったらね。でも最近はでもね、乗り物は寝るものだっていうふうに決めてるので、なんか割ともうカクッと行くように朝まで起きてます。いやまあ移動もね、僕はまあ楽しもうとしてますから、はい、また今カメラとかに凝っちゃってるから、はい、もうなんか自分のこのアングルで見たものがそのまま固まってこれ写真になるわけでしょ。これって楽しいじゃないですか。街中フラットカメラ持って今やってますね。もう姫路城撮ったり、この前は温泉地一帯撮ってみたりね、湯煙撮ってみたりしてますから。湯煙だけですよね。そうです。それ以上やったらねまずいですからね。念のため。例えばじゃあ岡山にライブに行ったら、岡山の食べ物を食べるのが楽しいとか、楽屋でもそういうのが桃があったり、そうなんですか。きびだんご置いてあったりします、してくれますから、スタッフの方が、楽しいですね。曲っていうのはどういうところから生まれてくるんだろうっていうのはやっぱり僕はどうしても知りたいんですけど。これはね、寝てる間にできてるんですよ。いかに朝を覚えてるか、それを。一回もちゃんと作ったことないですもん。全部寝てる間に。夢の中とかですか？全部夢の中です。というような寝嘘ばっかりついてたんですよ。もうこのスタジオの散々いろんなこと言ってたと思うんですけどね。もう、僕は言ってましたね。でもね、曲はね、あれですよ。やっぱり自分が音楽聴いてきた歴史ってあるでしょ。で、例えば、いいメロディーだなっていう感覚が自分にあったら、やっぱりそこそのいいメロディーで作りたいなと思うところに行けば、そんなずれないじゃないですか。だからもうその意識でもうただしつこく粘って作るっていうぐらいかな。僕はもう浮かぶってことないから、ポンって僕らよく4時から5時の間って僕は言うんですけどね、はい、4時から5時の間物作ってる時間帯でこれ外せないんですよ。朝方で、この4時から5時に出来上がったフレーズでやっぱり自分の中でもこれだと思うフレーズはもう本当にこの4時から5時の間です。だからもう昔はもう早めに寝て、それこそ2時3時ぐらいに起きて、その4時5時を待つような作り方してる時期もありましたよね。これトワイライトゾーンって言うんですって。なんか月とね、あの太陽とその関係の中で人間が一番敏感になる時間なんですって。僕は知らなかったそんなことは。だけどそれがなんか4時から6時まで続くらしいんですけどね、それは、はい、で僕は1時間しか続かなかったな。その明け方の時間。そうだから4時から5時ってのは僕にとってはすごい大事な時間ですね。子供も明け方に生まれるって言いますけど、なんかそういうのあるのかもしれない。一時期とかあるんでしょうね、きっとね。でもそうやってじゃあ生まれた曲たちにまた今度詞をつけていこうっていうのもすっごいまた大変な作業だろうなと思うんですよ、お二人の場合特に。歌詞もでも4時から5時ですよ。歌詞も4時から5時なんですか？歌詞も4時から5時。今の特に一番こうそれまで書いてたものを全部ぼり投げて、そこからこれだと思ったのを書き始めたりとかする時もあるぐらいで、なんか自分の中ではね、妙になんだろうなこの時間はって漠然と思うようになったのがもう本当に 5、6 年目ぐらいかな、レビューして、あれと思うようになったのがほっとみんなその時間ですね。その詩たちっていうのは例えば心のどこかに引っかかっていた言葉がいろいろ組み合わさって出てくるものなんですか？でしょうね、多分ね。まあ多分そこの言葉のピースっていうのがあって、それはもうジグゾーパズルといってそこしかない、そこしかハマらない、でそれがパッとハマった瞬間あるじゃないですか、ジグゾーパズルが、はい、ハマった瞬間嬉しい、あれと一緒ですよ。言葉がそこにポンってこう入ってくるんですよ。うわーってなりますよ、やっぱり。できたーみたいな。どれを間違えて走ってて蹴っちゃってバランにしてくれるんですけど。それがいやもういいの酒です。そうだから、メインよりもハーモニーがさらにまた難しいですね。
あ、お二人のハーモニーを生み出すレコーディングの作業っていうのが、うんうん、ハーモニーは僕らももう本当にね、もう、うん、楽しんで苦しみながら、うんうん、もう本当時間もう1日2日かかってのをやりますからね。はあ、うん、ものすごい時には僕なんかそのチャゲの声だけで40人ぐらいいたりするんですよ。40人チャゲさん、40トラック40トラックですね、うん、それが、ね、面白かった時期もありました。あのどの辺かな、10年ぐらい前かな、もうすでに楽器のように扱ってた時があったの、声を、うんうん、今ちょっともうそれは ないですけどね、はい、もうこれは楽器じゃんみたいな、ボイスという楽器じゃないっていうことまでやってた。だからカウンターのメロディーとかも裏でない後ろに流れるあのハーモニーの時には、はい、あのこれは歌詞がどうのか、そういうことを言うのはやめようと、うん、メインボーカルで歌詞作ってるんだから、その裏 の、まあ、あのカウンターで歌詞がどうのかこれやめよう、これはもう裏で鳴ってるものは声という楽器がこんなかかってきてるんだから、あのその歌詞の出し入れの中で聞こえないから聞こえないから、そういうところにあのこだわるのはやめようとっていう時期もありましたね。今はちょっと変わってきたんですか、また。いや確かにそういうのもあります、確かに。だからそれ の、 あのバランスとこあの見極めがね、あの頃はもう鳴らしてみて少しずつ決めてたけど、今はもうで頭の中で、うん、ここは必要ないだろうなっていうのはもう浮かんだりするので、随分、うん、こう作業的には昔に比べてはかどってますけどね。あ、特にその90年代、うん、もうお二人の曲の大ヒット、うん、爆発的ヒットが生まれて、うん、Say Yes にしてもそうですし、うん、ややにしてもそうですし、もう数々のもう黄金の輝きを放つような曲たちが、うん、まあ今でもライブでは皆さんが盛り上がる曲として歌われてますけど、うんうんうん、そういう一曲一曲たちってすっごい凝ってるなって今でも思うし、つまりね、楽曲が一人歩きするということを経験しましたから、うん、僕らの楽曲なのに、はい、セイスとかまあややが、うん、もう巷に至る所で聞こえてくるわけでしょ。はい、そうするとなんかこう自分たちの曲なのになんかもう違うんですよ、こいつこのセイスとか、うん、そういう時期がありましたよ。だからもうどこ行ってもあセイス俺たちの曲なのにもう違う、だからライブでちゃんと歌おうということにやってましたしね。その時期はどこ行ったんだろう。だからね、でもね、本当ね、ライブで発散した時もありましたよ。もう外行っても、だからなんかこう、うん、あの頃まだ携帯がなかったから、まだそんなガチガチが取られませんけど、はい、やっぱちょっと、参った時ありましたもんね、見られてるというものに関して。確かに気分を落ち着かせたい、何も聞こえないところに行きたいっていう時に、ふらっとコンビニに入っても自分たちの曲が聞こえてきたりとかすると、そうそうそう、気休まらないかもしれないですね。だから逆にライブでそれを発散してたみたいなのは、でそれでまた見てる人が すごいライブですねって言ってくる。だから僕らは発散しただけなのにみたいな。最近になって気が付いたんですけどね、はい、ライブってあのお客さんに楽しんでもらおうとかね、僕が喜ばせようとか、なんかそういうこと考えてないみたい。考えてないみたい。もちろんね、あのやり取りの中でキャッチボールの中ではそういうのありますけどね、なんかね、自分がこう歌いたい、このイメージでこの曲はこういう風に歌った、これをこう歌ったら次の曲はこう入ってこういう風にやりたいっていう自分の中のイメージをどんどん組み立てていく、その姿をお客さんはライブとして感じて、それをあのボルテージ上がってきたでしょ。だきっとそのボルテージがうまくイメージ通り上がらなかった時はきっとお客さんも消化不良の日だと思うんですね。だからね、なんか最近になって本当に達観したようなこと言うとあれなんですけど、お客さんのことを考えて、うん、そこに向かってライブやってるようじゃダメだなっていうのはすごい思いますね。それはきっと僕らがやってる姿と、僕らそのお客さんが喜んでる姿を自分たちが楽しむというイメージですからね、これが一つの、はい、それが出来上がるるのがライブなんだなっていうふうに思いになりましたね。25年っていう時はいろんな風に考え方が変わっていくんですね。今も25っていう、まあ、25周年ということでやってますけども、ええ、そのじゃあ懐かしい曲いっぱいやるのかって、そうじゃないんですよ。そして25年経った男2人が、ね、一つのものに対して25年ずっとやってた男が、うん、でどんなステージをするんだろうって、これが見てもらいたいと思います。25年というキャリアという、はい、どんなステージをするんだろうっていうね、うん、どんなステージをしなきゃいけないんだろうっていうね、そういうことですね。25年ってもう夫婦だったら銀婚式ですね。そうね、パーティーしなきゃね、うん、銀婚パーティーです2人が知り合う時から遡ってたらもっともっとになるわけでしょ。高校2年でからですかね。30年近いですね。その前来て小学校の時に全然違う時で、僕は野球でこいつのチームにこうやって遊んでたっていうのはね、後でデビューして知ったの、あれお前かみたいなね、そうなったりするわけですよ。
これ本当ですからね。でもその25年っていう時でじゃあなんか変わってしまったこと、まあ、それは例えば曲がアナログからデジタルっていう作り方になったっていう良さもあれば、うん、なんだかその頃の良さを失ってしまったっていうこともあるのかもしれませんし、きっとね失ったっていうのも必要がなくなったからお入れたっていう感じだと思うんですね、うん、だから今でこそ振り返ることが全部価値観あるように感じる感じますけどね。でもじゃあそこに行きたいかっていうと行きたくないしね、やっぱりその、ま、先端で自分たちは今の中でやっていかなきゃいけないって、うん、やっていくことが楽しみだっていうふうに思ってるんで、うん、だからもうあれですよ、もうどんな時代になっても一番先頭に人はいるんだなっていう気がしますけどね、うん、なんかでもずっとずっとこう生み出すっていう作業をしてるといつかどこかで枯渇しちゃうんじゃないかみたいな、何か吸収しないとやっぱ、うん、物って生まれないでしょう。でね、そういうのが枯れていくっていうのはないと思う。そうじゃなくて、はあ、やることに興味がなくなっていくんじゃないかなと思うんですよ、うん、誰だってやっぱ作れる時はガンガン作るし、作れない時って作れないの分かってるじゃないですか。そのサイクルの中でこうなっていくって分かるんだけど、そのサイクル次来るまでをが楽しくない、もうそこが待てなくなるっていう、だからそれでただレベルにすぎないんじゃないかなと思って、だからそういう楽しみっていうのはこう維持したいですね。あと何か新しい刺激を求めるために積極的にやろうとしてることとかってありますか、うんうんうん、どうだろう、誰かの本を読んだりなんか映画見たりとか、そういうまあごく普通の、うんうんうん、でもそれ当然ありますよね、うん、でもやっぱ人と話すのが一番かもしれない、うんうん、人と話をするのっていうね、聞いたりするのってやっぱね、絶対どんな人でもその人初対面でもとにかく話をしたら必ず3つ面白いこと出てきますからね、はあ、その人の話面白いですもん。それは有名な方とかでもなくて、もう誰でもいいです、うん、もう絶対3つありますもん最低。それ相手の体験を歌うってことないですよ。面白い、我々が言ってることに自分がこれ反応した時が僕のテーマだと思うんですけどね。逆にお二人に憧れて音楽を始めるっていうような人たちだってもういっぱい出てきてるし、そういう若い人たちの音楽っていうのも触れる機会はあります？一時期やっぱ僕らがね、何でも新しいグループが出てるとどんどん名前をどんどん自分の中にインプットしていって、でも上の世代っていうのはもう分かんねえやっていうのがあったじゃないですか、うん、やっぱそう今もう新人の人たちが出てきてもどのバンドがどうだか分かんない、だけど、はい、やろうとしてる様とか、うん、本当にそこに行くことが喜びなんだなっていうことはすごい僕ら分かるので、なんかそういう出会いの中ではもう話をするのは楽しいですよね、うん、やっぱり音楽で何かを伝えたいっていうのは変わんないですからね、うんうんうん、僕らもそうでしたから、何か伝えなきゃっていう、何か取らなきゃ盗まなきゃと思ったらお客さんの方が逆にねパワーもらわなきゃっていうのがありました。僕らお客さんからもパワーもらってますからね、うん、やっぱり会館だったら2000人、アリーナだったら5000人とか、ね、ドームだったらまあそれこそ3万人、やっぱりねステージ立って例えば5000人のパワーを一気に受け止めるわけじゃないですか、うん、それを弾き出さなきゃいけないですからね、これがまた面白いんですよ。すごい人の数ですよね。ものすごいエネルギーきますよ。あれは面白いですね。うちらがなんかどっかのイベントの司会をやるのとはわけが違いますからね。だってみんなは司会だったらまあではどうぞだけど私の人は見てるわけじゃないからね、うん、だからそうみんながこう自分をこうの歌を聴きに来てる、プレッシャーもあるでしょうけど快感もすごいんでしょうね。ありがたいですね。ありがたい、ありがたい。緊張っていうのはどうですか？本番前の昔のような緊張もないですね今。それこそさっき言ったこう始まってこう抜けていってここをこういうふうに出ていくっていうイメージ通り進むように転がれてますからね。デビュー当時はもう本当に本番前には服が揺れるんだもん、心臓で音でドッ、もう本当に服がねもう上に出てくる、ポンポン、だからなんてこんな仕事を選んでしまったんだろうって一瞬思ってた時期もあるのよ、ええ、うん、今もでもそこがまず一番最初考えるとこじゃないですね、うん、で今まさにツアー中でして、今度倉敷市民会館は 2days、はい、うん、9月ね、9月17日金曜日と18日土曜日、うんうん、倉敷市民会館で、
あります。そして12月の18、19は広島グリーンアリーナ。ラストですね。これが決まってまして、ラストなんです。ラストなんですよ。うわー、本当この1年ってツアーの1年でしたね。ねえ、よくスケジューリングしましたね、事務所はね。困ったもんですよね。でもやりたいっていうお二人の意思があるからですよね。まあ、歌ってる間はもうとりあえず、肌で感じれるとこでしょ、はい、そしてこうやって歌ってることでお客さん集まってくれて、わなんかここにはこの瞬間ここでは愛されてるんだっていう気持ちがあったら、うん、愛そうっていう気持ちになるじゃないですか。でそれがいいみたいですね。はー、愛されるのがライブ、うん、なんかすごいですね。いやでもそんなもんだ。でもね、そういう意識が強い、本当に、うん、うちらとしてももう愛して見に行ってるわけですから、ね、いやなんで目の前でちょっとこんなめっちゃ愛してるんですよ、とにかく男に言われたら嫌だ。いやいやいや、愛情ですよね。男多いですよね。多いですね。ね、あでも女性の方が嬉しいですか。いやいや、そうですよ。まあまあこの辺はね、裏と思って使い分けなきゃいけない。でもあれですね、そういう年代に入ってきたのかな、きっと若くして男性、まあ男が、何人かで組んで見に行くっていうキャラクターを持ったシンガーもいると思うし、僕らとりあえず今も抵抗なく来てくれるようになったっていうのは、僕らがそういう年齢になったってことなんじゃないかと思うんですけどね。あとファンとしては待ち望んでいるのは新作なんですが、はいはい、ニューシングルが8月の25日、デビューした日ですよね。そうですね、25周年、うんうん、これが決まってますね。はい、決まってますね。もう実はね、ライブではやってるんですよ。あ、そうなんですか、うん、うわー、聞きたい、うん、そうですね。ライブではやってます。あと、アルバムはどうなんでしょう、鋭意制作作業っていうのは。アルバムってどんなやつでしたっけ。あれあれアルバムって曲がいっぱい詰まってるんですか。そうです、そうです、片面だけに入ってます。あ、はい、それ新しい、古い曲でもいいんですかね。新しいのがアルバム、新しい新作、ね、新作、ね、スタンプセルフカバーは出ましたけど。あ、出ましたね、オリジナルアルバムとしては。もうめっちゃなってます、もう大ファンですから。スタンプ2じゃダメですか。あ、スタンプ2でもいいっすよ。あ、でも帰ってきたスタンプとか今やるんですよ。やらないとね、なります。新曲いる、多分、うん、楽しみをね、何が何でも買っていくんだっていうね、時期は僕もね、はい、そこに行かないとダメですね。もうライブが面白い面白いって言ってもダメですよね。いや、ライブももちろん見たいんですよ、うん、見たいんだけど、新しい曲も早く聴きたいなっていうのもあるんで、もうそこに行ってしまえば早いと思うんですけどね、うん、まあライブはどういうペースでいくか、今年はまあそんなに作るしかないと思うんですけど、はい、まあ見ててください。楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ最後にですね、もう二人から岡山のリスナーの皆さんにメッセージ一言ずついただいてもよろしいですか。はい、はい、もう本当にこういう感じで、岡山はもう最初からライブで来てますからね、なんかまた25周年ということで区切りのいい年なんで、ぜひ倉敷でまた楽しい時間を過ごしたらいいなと思ってます。シャケでした。とにかく現役である以上、もう現役中ずっと観葉植物の後ろに、立ってたおじさんを探していきたいなと、そういうふうに思うわけです。あとで説明します。もうこういうのがいろいろあったです。あの方はどこ行ったんでしょうかね。ぜひお会いしたいなと。失礼しました。はい、分かる人は分かるんだろうか。分かる人は分かるんでしょうか。その裸のおじさんだったんですね、フロントの前に。はい、失礼します。分かりました。じゃあ後ほどまた伺いたいと思います。ということで、すいません、最後に一言、はい、25年お二人やってこられて、はい、うん、まあ赤の他人と25年もずっと一緒に仕事することはあんまりないと思うんですよ、ね、うん、お互いにとってお互いってどんな存在なんですか。これがね、一番答えづらいんですよ。でそういうやっぱり、ね、お互いだと苦手なんですね、そういうこと言うのが。だけどやっぱりとりあえずね、うん、言葉で説明してもしきれないので、とりあえず25年間やってきた関係だっていうことでしかないかな。やっぱやれるっていうのは自分たち の相性もあるだろうし、それと別にやっぱそこを中心だと思ってくれて集まってこうサポートしてくれる人たちもいると思うんですよ。でもそれって大きく広く遠から見ると、俯瞰で見ると一個のやっぱり縁だと思うんですよね。だからね、ちっちゃなものが大きいのか、その差ってのはあれなんだけど、とりあえず僕らが活動やる時のその中心だと思ってくれて周りに集まってくれる、この中での25年だったと思いますね。いや、もうチャゲアンダスカってこう名乗ってる
ますから、チャゲとアスカがいないと成り立たないってことなんですよね。まあそれしかないです。これからまたじゃあソロとしてもやっぱり、ソロもね、またね、出てくるだろうしね、他の人とのコラボレーションもあったり、いろんなことやりたいですね。できることやれること似合わないことはやらない。なるべく苦手なことはやらないと。はい、はい、ということでお話をたっぷり伺いました、はい、チャゲアンダスカのお二人でした。どうもありがとうございました。